そろそろサラたちと合流できるかな。でも彼女は、まあ仕方がないか。彼女にとってショックだったことは僕にだってわかるからね。ああ、もうやめやめ、マイナス思考はやめ。へこんだままなんて全く私らしくないじゃん。そうだよ、助けてもらったんだから、それをもっと喜ばないとさ。そうだよね。そうだね。それよりアークスよ、アークス。悪いこともしてるんだろうなとは思ってたけどさ、自分が命の危険にさらされちゃうとは思いもしなかったな。教えてくれてありがとね。ああ、どういたしまして。それはいいんだけど、君はショックじゃないの？そりゃショックだけど、私がわめいたところで何も変わらないじゃん。だったらそれでピーピー泣くよりも何か他のことを考えたり動いたりした方がいいじゃない。やっとの思いでアークスになったけど、そこが私の思い描いたアークスじゃないのなら、そう、清く正しいアークスを私たちで作り上げればいいのよ。シャオ、来たわよ。うわ、本当にサポートパートナー乗っ取っちゃってる。その答えを一人で出したんだ。サラ、本当人ってすごいよ。何あれ、どうしたの？おいで、ウルク。僕やサラと一緒に。君の居場所はここじゃない。君が望み、みんなが待っているアークスというものを僕たちがもう一度作るんだ。その姿で言われてもいまいち説得力がないね。でもまあ、私に選択肢はないし、自分から望んで進んでいく方がより私っぽいよね。これで改変は成就された。そろそろ君は戻る時間のようだね。彼女のことは僕とサラに任せておいて。助けてくれて